日本の皆さん、こんにちは。昨日、テルアビブの港でリノアさんという美少女を見たという噂があった。そう、あなたです、リノアさん。セノーテの女神、リノアさん、あなたです。未来についての考察、どうもありがとう。いや、私は今回、マヤ民族の滅びの運命を皆様にお知らせするためにこの動画を通じてお話しさせていただいております。マヤ民族はある時絶大な文明を誇り、そして一夜のうちに消え去ってしまいました。疫病、戦争、外敵の侵入、さまざまな憶測が飛び交っていますが、未だ真相は分かりません。私が言えるのは、マヤ民族が、そしてその文明が滅びたのは、人間のおごり、傲慢、怠惰、こういったものが頂点まで行き着いたからだと思っております。今、現代社会は物質文明の極致と言ってもいいのではないでしょうか。一部の資本家が莫大な富を得て、なのに同じ時代に生きる他の土地の人は、今日食べるものもなく飢えている。そして一杯の水を争って、親子が殺し合い、国が国に対して戦争を仕掛けていく。そこに正義はありません。今だから私はリノアさんを通じて、この現代社会にお伝えしたい。それは何かというと、愛です。愛、自らを犠牲にしても目の前の人に尽くしていく、その愛を人々は失った時、マヤ民族も滅びてしまいました。そしてマヤ民族の滅びの前夜、こんなことが行われていました。もはやマヤ民族の滅亡は避けられない。ただ唯一方法があるとしたら、町中の国中の15歳以下の少女を集め、すべてを人柱にしなさい、神に捧げなさい、そうすればマヤ民族は救われます。信じ深いマヤの国民は従いました。町中から15歳以下の美少女が集められ、いや、美少女でない方も集められ、15歳以下の少女たちは身を捧げることに決めたのです。そしてマヤの文明の滅びは避けることができました。ただし15歳以下の女の子がいなくなったんで、少子高齢化が極端に進み、もう子供が生まれなくなって、そしてマヤ民族はいなくなったのです。今どっかの国が似たような現象になってませんか。そして出産年齢が30歳平均女性というデータを振りかざし、どっかの副総裁が、ああ、晩婚化のね、原因がね、少子化を招いてんだよ、自民党の政策は何一つ間違っちゃいないんだ、国民が勝手に晩婚化してるんだよ、だから少子高齢化なんだよ、で選挙すれば老人ばっかり票が集まるから、老人は30年後でも50年後のこと考えてない、だから孫に小遣いやっといて、ああ次の世代のために何かやったぞぐらいに思ってる。愛が足りないのです。自分の孫も他者の孫も、自分の家族も他者の家族も、同じケサルコータルがこの世にもたらした大切な地球の子供なのです。リノアさん、ここから先はあなたにしかできません。助けてください。人類を救ってあげてください。あなたこそがマヤ文明の末裔、その王家の血を引く唯一の女神、そう、セノーテの女神なのです。この現代社会、日本から世界に広めてほしい。あなたにしかもうできないのです。ここに壺があります。
マヤの神、水の神、チャックの印がここにあります。そしてここにはケツアルコアルトルの紋章、すごい証拠の壺、これ私が中東のある町で1万5000円で買いました。ちょっと後悔してます。何でも鑑定団に出したら、なんとパカンパカンパカン500円出すんじゃなかった、後悔します。しかし何でも鑑定団の鑑定士に見る目はありません。リノアさん、これの価値がわかるはずです。マヤの末裔から受け継がれたこの壺、リノアさんならその価値がわかると思います。この壺とともに日本から世界に愛を広めてほしい。この壺は35万円です。35万円で買ってください。そうすれば世界は救われるのです。最後にリノアさんにお題です。一体宗教とは何なんでしょうか。昨今宗教問題がまた物議を醸し出しております。マヤ民族は宗教と共に過ごしてきました。しかし滅びてしまいました。今日本にはほとんど宗教がありません。でも日本人は映画を誇っております。一体これは、この矛盾はどこから来るのでしょうか。セノテの女神リノアさん、私からの今回のお題です。宗教とは、神とは一体何なんでしょうか。私に、そしてこの映像を通じて世の中すべての人にぜひお示しください。何万だかんばん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 だかん